戦国大名の目指したもの。大名たちは何を求めて戦ったのか。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は戦国大名の目指したものについて紹介していこうと思います。彼らが望んだものは、戦いに明け暮れた戦国大名。彼らは何を目指してそれほど戦いに突き進んだのでしょうか。なの天下取りに決まってるじゃん。いえいえ、大名たち全員が天下を目指したわけでも目指せたわけでもないのです。というか、ほとんどの大名は天下など狙っていませんでした。よほど条件が揃わないと天下取りに名乗りは上げられません。領国も歴代の家臣も持たず、己の才覚一つで天下人にまで上り詰めた秀吉は奇跡です。天下は望まないまでも、領地は広げたいとか、せめて今ある領地は守り抜きたいとか、家名、家名、我が家の家名、絶やしてなるものか、とか、大名たちの目標はそのあたりでした。目指せ天下統一。とは言っても、やはりまずはこれですね。いかに条件が厳しくとも、戦国大名たるもの、ぜひ天下を目指していただきたい。天下取りの条件ですが、まず武力で完全に国内制圧とまではいかなくても、正面切って戦いを挑んでくるような敵は潰しておきましょう。そして少なくとも京都を中心とした畿内は掌握していること。この2つは必須です。その上で日本の中央部に豊かな領国を持っていること。銭も蓄えた、兵糧も十分、勤勉な領民と忠実な家臣団。いよいよ行動の時です。織田信長の例で見ますと、永禄11年、1568年、まず扇町天皇の臨時を取り付けます。臨時とは、特定の相手に対して発せられる天皇の命令ですが、正式な手続きを経ていないもので、本来は私的なものでした。しかし、内容が政治、軍事に関わるものが多かったため、次第に公的な文書として扱われるようになります。鎌倉幕府滅亡後の京の都の混乱ぶりを歌った二条河原の落書にも、この頃都に流行るもの、夜討ち、強盗、偽臨時、などとあります。これを見ると頻繁に発せられていたのでしょうか。ともかく臨時を得て、これで朝廷への神器は切りました。都へ軍を進める大義名分もできました。次に室町幕府の将軍足利義昭を奉じて上洛を果たします。どう見たって信長の方が実力があるのだから、朝廷も将軍もやっつけて信長がトップになればいいんじゃないの。その方が自分の思い通りに国を動かせるでしょう。ところがそうでもないのです。朝廷は必要だった。日本で天皇に取って代わろうとした人間は、平将門と室町幕府三代将軍足利義満の二人だけだと言われます。その他は歴代藤原氏や平清盛のように、自分の娘を入内させ、つまり天皇との結婚です。生まれた王子を天皇の座につけ、自分は天皇の祖父として権力を振るう、この戦略を取りました。彼らにしても、直接天皇の座を簒奪しようとすれば、日本全国からの抵抗は相当強かったはずです。そんなことに労力を使うよりは、娘入内作戦の方がずっと楽に権力が手に入ります。この頃の朝廷は権威はあり、民人からの尊敬も得られますが、実質は時の権力者の保護なしでは立ち行かない存在でした。一方、権力者も表向きは敬い、自身の正当性の裏付けに利用できる朝廷は存続していた方が都合が良かったのです。ここに相互依存の図式が出来上がったのですが、これは日本の政治的安定にプラスに働きました。天皇は日本の再始長としての側面を持っています。長年教会と王権の対立に悩まされてきたヨーロッパから見れば、
朝廷と権力者の相互依存、よく言えば共生は理想的に見えるようです。信長も先人の例に倣いました。彼自身が朝廷の権威にどこまで敬意を払ったかは疑問ですが、とりあえず奉っておいて、最終的には正二位右大臣の位をいただき、自身の箔付けにもなりました。朝廷や幕府を滅ぼしにかかっていては、銭もなくなる、兵も損なう、世間の非難も浴びるし、民心も離れる、第一時間がかかる、それでなくても石山合戦に手を取られて天下取りのスケジュールは遅れているのです。これ以上の遅延などしたくありません。差し障りがなければ当分の間はそのままにしておくのが上策というものです。天下布武、信長様のキャッチフレーズというか、マニフェストというか、永禄10年1576年に美濃の国を掌握した頃から使い始めた言葉です。自身の印象に刻みつけ、陰影として今も残っています。いずれ天下を取れば朱印を押す機会も多かろうと、この頃から準備をしていました。この言葉の天下は日本一国を指すものとはっきり認識しており、その頃から天下取りは射程に入っていたのです。意味は武の徳をもって天下に平穏をもたらすでしょうか。ブレーンであった卓元和尚の助言を得て決められました。領土を広げたい、領国も広く富も蓄え、精鋭家臣団を持っていても天下を狙わない大名もいました。そこまでの力はないと判断したのか、臣民に苦労はかけさせたくないと思ったのか、両国の立地条件にも大きく左右されました。あまり北や南の端では中央へたどり着くまでの戦いで消耗してしまいます。しかし自分の所領は広げたいと思いました。天下を狙わなくても家臣たちには地業を与えねばなりません。どうしても領地拡大は必要です。これを大名同士がやるのですから、戦いは避けられません。自国を守れない領主は家臣に離反されるならまだしも、下手をすれば下国上の標的になります。争いを裁いてくれる中央政府はないのです。隣り合った大名同士、境界線をめぐっての睨み合い、挑発、小競り合い、やがて本格戦になっていきます。実は戦国の合戦はこのパターンが一番多いのです。武田信玄と上杉謙信の川中島の戦いは北信濃の地をめぐる局地戦でした。信長が全国デビューを果たした桶狭間の戦いも天下の覇権をかけた戦ではありません。勢力を伸ばしてきた織田の小せがれを今のうちに叩いておこう、アンド領地も手に入れば儲け者、そう考えた今川義元が仕掛けた戦いでした。このタイプの代表例は土佐の長宗我部元親です。自ら我は四国の蓋になると言っています。蓋はどんな意味でしょうね。他のものを押さえつけるでしょうか。そして言葉通り土佐の国人、出自は地頭、地域限定の領主から出発し、天正3年1575年には土佐一国を平定、天正13年1585年には四国全土をほぼ統一しました。せめて今ある領土は守りたい、私これだけのもんです、天下なんぞ狙いません。しかし今ある領土は守り抜いて子や孫に引き継ぎたいんです。己を知るものですね。このタイプは強大な大名に臣下の礼を取り、領土を安堵してもらおうとしました。前田利家は信長に小姓として仕え、豊臣政権では五大老の一人になり、加賀百万石を守りました。蒲生氏郷も信長に仕えた後は秀吉に臣従し、小田原攻めにも随陣、戦後は会津42万石を与えられ、後には加増により
91万石の大主となりました。家名を残す。この時代を生きた武士にとって家名を残すは疑いようもない至上命題でした。しかしこれもなかなかに難しい仕事です。戦国の代表3人にしてからが織田家、徳川家は現在まで存続していますが、秀吉の直系子孫は秀頼の子国松が8歳で処刑されたところで途切れました。真田家も家名の存続を求めて武田、織田、北条、徳川、上杉と仕える相手を変えていきました。最後は豊臣に準じましたが、名のある戦国大名家でも徳川300年をお家断絶にもならずに生き抜き、直系子孫が大名家として明治維新を迎えられたのは伊達、上杉、毛利、島津の4家です。戦国大名家に数えられる家は146家。このうち諸子、養子も含めて大名として家名だけは何とか残したのは33家でした。地域的には九州、東北地方で半数以上の家が残っています。畿内はゼロ。もう少し範囲を広げても京極家と朽木家の2家だけです。畿内は都、朝廷を中心として常に権力争いを繰り広げていましたから、巻き込まれて没落する家も多かったのです。名のある大名家にしてこれですから、多くの一般武士はせめて家名をと思いながら消えていったのでしょうね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。